やるしかない。
イグニスの料理うまかったな。静か。くそ。消えないか。何度目だいそんなこと。プロンプトだっけ。臭い顔してんの。テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。王子のとこに帰りなよ。本当はニフルハイムの出身で、みんなにそのこと隠してて。でもそれだけじゃない。俺はあのバーサタイルが作ったノクトたちの大事なものを奪う側の人間だったんだ。もうみんなに合わせる顔なんてない。一緒に旅してたくせに王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げてあんたのこと頼むんだ。いい仲間じゃないか。みんなは
無事？まあなんとかね。いろいろあったんだろうけど、自分の責任を果たしに帝都に向かったよ。そっか。あんたは一緒に行かなくていいの？俺のことなんか言ってた？特には言ってなかったね。でもあんたが死んだかもしれないって王子が不安そうだったから喝入れてやったよ。そっか、嫌われたわけじゃないのかな。仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いなよ。俺仲間でいていいのかな？でも俺がいたらみんなに迷惑かけるかもしれない。もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてりゃうじうじと。だったらどうする？人からどう思われるかが怖い？自分がどうしたいかわからない？そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。明日、私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。